こんにちは、しゅうです。今回はイベルカーナ使っていこうかなと思います。リーダースキルが水属性の HP2 倍、4コンボ以上攻撃上昇最大20倍、回復ドロップで10枚以上回復するとダメージを軽減。これ確かね、10コンボで最大倍率だったはず。で、ここね、10ターン耐久しました。私ね、イベルカーナシステム、イベルカーナ5体でイベルカーナシステムっていうのできんので、それをやってたんだけど、まだ1回も普通に使ってないなと思って、ちょ、普通に使おうかなと思います。いや、私ね、さっきね、ポケモンマスターズ結構コメントでもう飽きたみたいなこと言われてたけど、ポケモンマスターズの動画出したので、そこで、あれ、シュー iPhone 変えたみたいな。そう、私ね、 iPhone X にしたんだよね。みんなわかるんだね、そういうの。1ヶ月前ぐらいかな、1ヶ月前ぐらいに私 iPhone7 だったの。それを iPhone X にしたんだよね。で、そう、動画撮ってるとわかるんだね。ただ私、パズドラの動画は今まで通り iPhone7 使ってんだよ。なんでかっていうと、で、ここね、確かね、次センサーあったはずなんで、これ使います。これ、覚醒状態、無効かな？プラスダメージ無効もあるんだよ。なんで、これ使って、次の先生備えます。私ね、以前ね、その iPhone X、10以降だと、上にリーダースキル、なんか動画で上にリーダースキル出てる人わかります？リーダースキル出せんだよね。あ、で、iPhone X の方がいいかなと思って言ったんだよ、動画で。そしたら意外と、なんかこの、上にリーダースキルないバージョン、こっちの方が画面がフルで出て見やすいみたいな意見もらったんだよね。だから、そのメインは普通に日常生活は iPhone XS 使ってんだけど、普通にこうパズドラやるときはこっちの方がいいのかなと思って、こっちにデータ入れてんだよね。はい。いや、いいね。あ、そう、なんか今日ね、 iPhone 新作、毎年の iPhone 9月ぐらいに新作の情報が来るんだよ。で、リーク画像みたいの Twitter のトレンドに載ってて、みんな見た？ iPhone X、10じゃねえ、11かな。 iPhone 11の新作。ちょ、画像出していいのかな？なんか怒られたら嫌だけど、一応出します。もし、なんか苦情来たらこの動画消します。これ。いや、カメラ、おおと思って。なんか結構見た目ダサいみたいなこと言われてて、なんかさ、ダサいとか言ってる人いるけどさ、いや、ダサいよね。ダサい。私さ、iPhone 買う上で、カメラって全然意識してないんだよ。いや、今、そう、私、今まで iPhone7 使ってたって話したじゃないですか。正直、7で割とカメラの性能十分。今、こう、10S、日常生活使ってるけど、正直私ね、あんまわかんないんだよね、その違いみたいな。みんなそんなカメラに重視置いてんのかな？ iPhone 出るたびにさ、何万画素数とか、何ポンド数みたいな出るけど、そんなになんか、買う人求めてんのかなと思って。で、あれ、なんか来年とかカメラ4つになりそうじゃない？とりあえずもうカメラの性能しか私わかんないもんね、 iPhone の進化。 iPhone 7、8、10、10S とかさ、正直私も変えたけどあんまり変わんなくない？何が違うかって言われると、いや、でもね、1個使ってみて違うところがあるの。 iPhone 7と今使ってる 10S、 電池の長持ちが、それは違うわ。iPhone7 だとほんとすぐ終わんだよね。だけど最新のそれはマジで電池長持ちした。なんかそっちの方が私重視してほしいなと思う。電池の長持ちみたいな方が。正直カメラとかね、私あんま気にしないんだよね。まあする人はすんのかな。なんかそのうちあれじゃね、裏面全部カメラになるとかあんのかな。やべ、よし、危ねえ、危な。もう iPhone にカメラがついてんじゃなくて、カメラに iPhone がついてるみたいな。これ持っていけるかな。水にセットあれば多分持っていけると思うんだよね。これ負けたら嫌だな。組んで。これで多分持っていけると思う。いけるかな？ここも結構きついよね。何がきついかって言うと、8コンボ出せないんだよね、追撃感で。私ね、昨日ね、何したと思います？私昨日何、これ当てた人すごい。久しぶりのシュークイズだね。デンデレデレンデ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 レデレンデ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 レデレンデンデン。おお、すげえ、コンボ吸収満たしたし。私ね、昨日あれ見たね、録画してたちはやふる。確か今年の3月かな、今年の3月ね。これ水落ちてくんのかな、落ちてくんね。今年の3月に確かね、ちはやふるの完結編みたいのがテレビで放送されてたので、私ずっと見てなかったんだよ。それを昨日やっと見た。ちはやふるって上辺、下辺、完結編の確か3つに分かれてんだよね。で、私、上辺と下辺は見てんだよ。なんだけど、完結編だけ見てなくて、ようやく昨日見た。まあ、それだけなんだけど、それ見てて、なんかね、
そう、CM とかあるじゃないですか、テレビだから。で、CM あったんだよね。CM あって、そしたら CM が、平成最後の、あ、CM が平成最後のみたいな、大安売りみたいな感じで、あ、そういえば、今年の3月まだ平成だなと思って、いや、平成ってあれなんだろうね。もう、おっさん、おばさん扱いされんだろうね。なんか平成の昭和みたいな。なんかそんな感じだろうね。だからもう、おっさんだよ。これいきます。あ、これどうしようかな。これ、多分倒せるね。いや、でも、イベルカーナって副属性持ってないんだ。これ激ヤバだな。これどうしようかな。私全然負けるな。これなんだろう。いや、どうしよう、ここ。ここね、意外とそんなこのリミットバーストのダメージでかくないんだよ。多分軽減貼れればいけるんだけど、回復ないんでダメージ無効を使います。ダメージ無効を使って、水の落ちやすいやつ使おうか。これ使って、そうだよ、今令和だもんね。なんかあんま私令和のイメージないわ。イメージっていうか、まだなんか平成感あるんだよね、私。OK。さあ、これで闇と光振ってくんだ。闇はいいのか、光振って、あ、いいね、光1セット分しかない。なるほど、なるほど、なるほど。お、これ倒せんじゃない？これ多分副属性で持っていけると思う。光さえ入んなければ。お願い、光来ないで、光来ないで。よし、いいね、いいね。お、いいね、次無効貫通決めるけど、あれか。追撃のエルないのか。今回ね、メルと、玉三つね、どっちかな、しようかなと思ったの。どっちかか、もしくはどっちも入れようパターンもあったんだけど、なんか玉三つね、いいかなと思って。どうしようかな、ここ。一回削る、いや、でも、もったいないね。あんまり無効貫通の色、呼べない気がして、せっかくあんのもったいないけど、消すか。はい。OK。これで、お、なんかさ、西方の夜空の進化系来たよね。なんだっけ？西方の魔境だっけ？なんか、ツイッターされてたよね。根性は消えた、根性は消えて、みんな大事件発生した。これ溜まっちゃった！これ何かわかる？パワーオブビッシュって。なんだっけ、ドロシーっていうキャラの武器の降臨の武器なんだけど、これランダムでスキル発動なの。ちょ、撃ってみる？いやー、めちゃめちゃ指伸びた。めちゃめちゃ指伸びた。確か5パターンぐらいあったかな。私も全部把握してないんでよく覚えてないんだけど、まあ、基本っていうか、メリットになるスキルしかないんだけど、激アツ。これで、イベルカーナ打って、一応 2.5 倍エンハンスかな、スキルが。2.5 倍プラス、落ちやすくなるゾーン。ここでいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9。いけるね。あ、そうす。指めっちゃ張るからね。すげえ、盤面最大を組める。なんかそう考えると使ってよかったな。はい。こんなもんかな。で、これ多分7コンボ出ないと抜けないと思う。1,2,3,4。水落ちやすいになるからね。よし！多分これだったら持っていけると思う。いや、いいね。次も追撃あって無効貫通ある。完璧。意外と降ってくるね、この水の落ちやすいの。もう、最低だよ。もうこれ倒しに行く？ちょ、めんどくせえな、耐久すんの。いや、4つは組めねえ、私。一回0コンボします。これでルーレットに、そう、2箇所になんだよ。ここで持ってくか。30何秒あんだもんね。適当にやっても私いける気がする。30何秒やればさすがに。ちょ待ってね。むずいんだよ。むずいはむずいんだよね。で、光は組んじゃダメだもんね。光は組んじゃダメ。どうしようかな。こう組んで、1,2,3,4,5,6,7 来た来た来た、光乗った。でもこれね、リミットバーストがないんだよ。うわー、確かにないけど、うわー、やっぱ待つべ。いや、最近こういうの出ちゃうね、めんどくさい癖。ブレスないのかな、ブレスオブザワイルド。うーわ、光なしの9でしょ。光が結構盤面あんだよな。でもやるしかない。これでやったらマジモテる。これ私やればマジモテる。